中海は大工仕事だけでなく、職人の手配から材料の調達まで全てを担う、いわば大建築プロデューサー。大工を3000人、木を製材する小引きを2000人集め、大仏建立に当たりました。こうして京都に秀頼の大仏が完成。地震に苦しむ人々を救いたいという親子2代の願いが実現しようとしていました。これにて大仏についての不信は全て終わりましてございます。大仏は国の要、大仏の力で地震も静まり民も安らげようと父上も常に言っておられました。ついに誠、私も亡き殿下のお言葉がありありと思い浮かびます。作られたものです。その鐘には秀頼が大仏に込めた願いが刻まれています。国家安康、この国に安らかな暮らしをもたらしてほしい。この一節を家康は許しませんでした。家と安の字が別の字で引き裂かれている。これは家康を真っ二つにしようという秀頼の呪いではないかというのです。何をらちのないことを。その方急ぎ赴き、当方に呪う意図などないことを徳川に伝えよ。辰坊頼む。秀頼の思いは家康には届きませんでした。大阪の陣、慶長50年、豊臣家は家康によって滅ぼされました。享年23、秀頼もまた大仏開眼を見ることなくこの世を去りました。しかし秀頼の作った大仏はその後京都の町に残されます。人々の心の拠り所として、壊れてもその度に作り直され、3代4代と続いていったのです。京都方広寺には秀頼の大仏の一部が今も大切に安置されています。こちら高さ50センチほどの仏像、大仏の眉間の奥に埋め込まれていたものと伝えられています。幻の京都大仏は小さな仏像に姿を変え、400年の時を超えて受け継がれていました。